うん、今苦労した方がいいってなることを善と取るか悪く取るかっていう、なるほど、でも子供の頃勉強我々して勉強苦しいっていうこと、いやそれやるから今と、うん、立派になるから、うんうん、やっとくべきなのに、うん、それを悪いと解釈するのは簡単だから、うんうん、なるほど、そうすると悪いから当たってるってなる人いるんですけど、うん、いやそれやるべき苦労だからさ、うん、それを悪いと取ってる精神がおかしいから考え方変えなさいっていう、ね、アドバイスもするので、まあ、占いの当たる外れでよく出てくるのは、うん、全然良くないですみたいな、それを己の努力だから、うん、それをいいとなぜ捉えないんですかってことの捉え方の問題になっちゃうと、うん、やっぱそこが占いちょっと難しいところ、ね、経験値が増えてくる、僕も最初当たんないんじゃんと思ったところが、うん、違うこれ、うん、苦労したから今あるじゃん、うん、僕もこれノート作ったからよかったからっていう、うん、得て何になるかってことを想定するとやっぱちょっと、ね、当たる外れの部分ですごい突っ込まれることはやっぱ多いんですけども、意味違うよっていう、なるほど、ね、生き方の話をしてるから、だからやっぱりね、聞いてるといろんな人の悩みを聞いてるからすごくポジティブな言葉に返ってくる気がするの、はいはい、だからあの人のやっぱりほら、やっぱ俺らはさ、まだ言っても、まだそんな悩みがないじゃない。で、もっと真剣に聞いてほしいんですっていう人に出会う日があるもんね。はい。その時ってやっぱりこう、こっちのエネルギー吸い取れるのか感じて喋らなあかんわけやんか。ね、いや、言ったら、いやいや、もっとすがってくる人がいるわけでしょ。はい、やっぱそういう人にやっぱり言葉を吐いてるから、やっぱその言葉がちょっと重みがあるし、うん、ちょっと違う、僕が会った10年前のゲッターズ君の、飯田君のその言葉とちょっと違うような気がするわ、はい、最近。この10年ぐらいでやっぱ特に、多分高さになった頃はまだ僕当てようっていうのにすごい一生懸命だったんですけど、うんうんうん、当てることに関して僕はもう今そんなに頑張ってないです。うんうんうん、どうしたらこの人の背中を押せるか、うん、どういうこと言ったら、要は道こっちですねっていうのは、うんうん、もうちょっと楽な道ありますよとか、でもあえてここは乗り越えましょうってアドバイス。だからアドバイスに近くなってきたので。うん、そうね。多分なんかそんな感じがする。はい。なので、当てる当てるじゃなくなりましたね。当てるのは簡単だからみたいな。すごい、また言われへんで、これ。当てるのは簡単だからは。10年前の君は打てなかったから。でもそうかもしれないね。わざと外さなきゃいけないところもあるので、あ、この辺は言わないとか。言えない。言えない。これは本人が経験しましょう。それはね、原さんも言ったら言えないって。言っちゃいけないし、言えないってことがあるっつった。教えるとサボるんですよ、人って。あ、3年後いい、あ、じゃあ何もしないわってやついるんですよ。そしたら、いや、大変ですよって言っとかないと、ね、そうすると逆にやる人がいるから。なるほどね。だから外れた。でも分かるよ、それは、みたいな。でも、その先まだあるんだよ、みたいな。なるほどね。人生それで終わったわけじゃないんだからっていう。トータルなので。まず、皆さん、これ何でもいいので、まず、占いだと思って、占いなんだからと思って、軽く思って行動する方がいいと思う。なるほどね。あんまり真剣に考えないでね。そうそうなんです、ね、ちょっと行ってみようかな、ぐらいの感じでね。でも、それによってね、いい出会いだったりとか、新たな世界が広がったりする可能性があるので。はあ、もっとさ、お弟子さんとか作って、もう学校開いたら、もっと。ゲッターズ言うたら、ワン、ツー、スリー、フォーでもう10人ぐらい、もうちょっとおってもいいんじゃない？教えてる子はいるんですけど、でもやっぱここまで、まだまだなかなか難しいんだ、それは。勉強が本人たちがどれだけするかとか、あと経験ですね、あとは感じ取る力もあるよね。そうですね。その人を見て、その人の言葉とか感じ取って、自分なりの言葉にする力も必要やもんね。会うと必ず皆さんいいことを言うし、人のいいとこずっと見るとか、話を聞くところですごい勉強になるので。で、この本も簡単です。これ、運気カレンダーっていうページがありまして、うん、ありますね。はい、これに、二重丸と星の日だけに買い物してください。二重丸と星の日。星の日だけ。あるわ。この本、後ろの方にあると120パターンタイプ別の。うん、で、この人、こんな人みたいに一言占いができるので、おー、これ持ってったら、あなた何番、何々みたいな一言言える、ちょっとプチ占い師になれるのと、すごいじゃない、あと2018年参加条です。これやっといたらいいよっていうのが。アドバイスできるのと、うん、ラッキーフード、ラッキーカラー、ラッキースポットで、例えば、高橋さんが、じゃあこの色だったら、この色あげようと、うん、プレゼントの時に悩むじゃないですか。うん、何あげようみたいな、うん。だったらラッキーなものあげようっていう。なるほど。そうするとみんな困らないし、例えば気になった女の子だったら、ハンバーガー食べ行こうみたいな。うん、なんでったら、なんかラッキーフードらしいよみたいな。うん、一回、今度自分のラッキーフード食べ行こうって言えば、きっかけになるので、なるほど、これきっかけ作りとして使ってほしい。すごいね。読むだけじゃなくて、ちゃんと使えるように。ちゃんと毎月の参加状とかもこれやるといいですよって、そのアドバイスがね、ずーっと載ってるので、ぜひぜひこれ読んで。すごいなぁ。で、僕毎回占い本は読むもんじゃなくて使うものなので。なるほど。これパラパラって読んで終わっちゃうんですよ。いえいえ、1年かけて使ってって、で、気をつけるときとかいいときには、より積極的に動こうっていう本ですので。素晴らしいねぇ。いや、もうこれ皆さん、ね、買って読んでください。もう僕もいただきましたからもう。で、もう一冊。もう一冊、これがまた、これがね、すごいんですよ。裏運気の超え方っていう本なんですけど、これは僕いろいろ見てて、結構運が悪いって何なの、うん、あと運は悪い時どうすればいいのってことを徹底的に勉強して、いろんな人を見てる中、うん、単純に運が悪いって言ってることが、みんな恐れること全くないって、うん。運がひっくり返ってる状況なんですよ。
これ。自分の思って、運が悪いのはね。運が悪いのは、運、てか自分の性質、個性、欲望の裏側が出てるんです。うんうんうん、要は悪くないんです。でも、高須さんの性格、運が最悪だなと思うことを最高に楽しい人がいるんですよ。ああ、なるほど。だから中村さんがこの状況最悪だなと思ったら、うん、それを最高だなって人がいるんですよ。なるほど。絶対いるんでね。絶対裏側の人がいるんですよ。なるほど。それを見ると、あなたの不幸って何なのって、うんうん。要はお金がないと全員不幸だと思う。思うじゃないですか、うんうん、でもお金ない方が楽しい人です、うん、若手芸人だったと、うん、金ない方が、うん、アイデアするしみたいな、うん、なので自分の逆側がいてその自分の逆になった状況をどういう風に汲み取って、うん、そこも成長させるそうすると運悪いってなくなるんですよ。うーん、だから僕は今運悪いっていう状況で今裏ですねっていう説明をして、ね、だから裏モテ期があったりとか、うんうんうん、裏モテ期裏全然タイプじゃない人からモテるっていう、ああそういうことね、それが裏モテ期、ね、それ裏モテ期ですよっていう、はあ。なんで自分の裏の状況、だから全然モテない人は裏に入ると急にモテたりするんで。あ、でも面白い感覚やね、それってね。そうです。陰陽の考えで、もともとある考え方なんですけど、それをちょっと現代、まあここ20年勉強した中、面白い。表現として伝わりやすいように書いた本なので。なんでこの本、年間本のところでセットで持ってると、さらに、あ、裏の時こう気をつけようとか、こうしようとか分かる、ちょっと本です。なるほど。ちょっと占い界ではちょっと珍しい本です。珍しいよね。珍しいですね。あんまり。でもなんか物の考え方を教えてくれそうな気がするよね。そうですね。なんかね、考え方ですね。もしよかったら。面白い。ありがとうございます。今日の前の皆さんはもっとね、これもこの話聞きたいとかって方たくさんいらっしゃると思いますけど、最後に、ラジオの前の働く社員たちに一言だけお願いいたします。あ、日々何事もまず前向きに捉えることと、うん、マイナスな情報はあんま入れない方です。極力、楽しい情報と楽しいことを自分でいい言葉を言ってください。運のいい人はいい言葉を使って、運の悪い人は運の悪い言葉を使うんで。ネットのそういうちょっと、闇的なとことか、見なくていいです。悪口を言うと、みんな、絶対、見るのもやめた方がいい。見るのもやめた方がいいです。いい言葉だけと、いいものだけ選ぶようにすると、人ってどん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 前向きになれるので。いい言葉を発するラジオにしよう。そうしましょう。本日のお悩み解決賢人は、ゲッターズ飯田さんでした。ありがとうございました。今日の前の皆さんはもっとね、これもこの話聞きたいとかって方たくさんいらっしゃると思いますけど、最後に、ラジオの前の働く社員たちに一言だけお願いいたします。あ、日々何事もまず前向きに捉えることと、マイナスな情報はあんま入れない方です。極力、楽しい情報と楽しいことを自分でいい言葉を言ってください。運のいい人はいい言葉を使って、運の悪い人は運の悪い言葉を使うんで。ネットのそういうちょっと闇的なとことか、見なくていいですね。悪口を言うと、みんな絶対見るのもやめた方がいい。見るのもやめた方がいいです。いい言葉だけと、いいものだけ選ぶようにすると、人ってどん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 前向きになれるので。いい言葉を発するラジオにしよう。そうしましょう。本日のお悩み解決賢人は、ゲッターズ飯田さんでした。ありがとうございました。